こんばんは。いいね、全部使ってるね。素晴らしい。まあ、そうな、これタイトル変えないと怒られちゃうから。じっくり、電車を走らせる。鉄道勢はいるのかな、果たして。ちょっと一応、ツイッターにも一応連絡をしとくか。果たして鉄道勢がなるものが、これ存在するのかわかんないけど。ちょっと一応、その連、ちょっと業務連絡だけさせて。通知がなかったんですけどっていうのね、後でたまに言われることがあるんだよな。ちょっと鉄道省としてもちょっと連絡だけ。鉄道をやります。よし。音何もなくない？俺も何もないんだけど、これ音聞こえてる？そうそう、セールなんだよね。香港か、俺香港苦手なんだよな。もう1000とか絶対行かないからな、香港。香港むずいよね。橋勢はね、根強いんだわ。それが困ってる。そろそろ橋はね、もう葬り去らなきゃいけないから。BGM 聞こえる？これ。なんか俺もほとんど聞こえないけど。フェンとか無理だから。あ、練習してからやる？始めちゃった。待って、これもう一回戻れる？終了してメニューでこれ戻れるの？まあいいや、始めちゃったからやろう。最初早送りでいいや。今はどう？これは？聞こえる？このゲームのコンフィグがなんかよくわかんないんだよね。音声ワンパターンなんだよね。一つしかないよね、多分ね。FSNS の途切れ、はーい。このゲームはね、電車を走らせるゲームだね。点数はクリアしてない。点数今積んでる。軽く積んでる。どこ行っていいか分からなくなっちゃった。あとでアルティマニア読んどくから。それでからやるよ。環状線は OP なんだけどね。こんばんは。ちなみに今日お豆腐さんの放送でもミニメトロを押してたわ。すげえ。今日ゲームマイスターのお豆腐さんが紹介するっていう新企画やってみたんだけど、うわー、これ絶対良くないわ。俺は分かる。こんなゴミみたいな格好じゃやられる。三角しかも言ってなくない？これ丸？ああ、もう組めないんだ。はっ、押せ。そろそろ節約していかなきゃいけないな。
この丸三連は地獄だな。これはいくらだっけ？いくらかする。明らかに緑足りねえよな。この面は、どっちだっけ？パワートレインだっけ？路線だっけ？でも今路線あっても多分走るんだ今のと。ハースストーンの音がしたぞ。まあ路線なんだよな、結局な。高速があると結構いいんだけど、まあ路線。いやでもな、ここだったら、後続取った方がいいのかな。香港ってどっちだっけ、路線の方がいいのかな。まあ路線なのかな。なんか後続取った方がさ、なんかパワーゲームできる気がするよね。パワーゲームすっか、後続で。パワーゲーム、俺の好きな。パワーゲームしていこう。うわ、丸がここ、こんなにできてんのが。丸がこんな並んじゃうのかな。ここだけ置いとく。2つ前ぐらいのメトロ配信のお父さんがここにコメントしたの気づきましたか。え、嘘でしょ。絶対嘘だよ、そんなの。そんな嘘嘘。お父さんここ見てるわけねえよ。さすがに引っかかんねえわ。公式サイト1名お試し。これなんだっけ、東京メトロ。ミニメトロだわ。1回だけコメントしてた。マジで。なんかまだ未だに俺信じてねえけど、本当そうなんだ。俺がスルーしたの、マジで。なんで言わねえの。ちょっと、待て待て、ダイム。なんでそれ俺、おい、ちょっと待て、ほうれん草は大事だっつったじゃん。なんでそれ俺が言わないの。おい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 、ちょっとさ、ちょっと一回中断。なんでそれ俺に言わなかったの。バカなのかよ。ティームはバカなのか。ちょっと待って。ほんとにしっかりしてくれよ。しっかりしようよ。しっかりしようよ。俺が大阪で必死になった時だ。いつだ、いつの話だ。ちょっと過去配信ちょっと探してくれ。どこの話だ。何をやってるんだ、チームは。全然、ほうれん草が大事だっつってたのに。しっかりしよう。意識を高く持とう。なんで、意識が低いか、意識が低いな。何をやってるんだ、一体、チームは。チーム、頼むよ。話が違うじゃない。ああ、早速組めなくなっちゃったしさ、こっち。ここ単線でカバーしなきゃいけなくなった。ほんとだりーわ。統率になあり。ほんとかよ。必要な報告だぞ、それ。大事じゃねえの。頼むよ、チーム。事故の不幸はチームの幸せ。そういうことなの？必要な報告してくれ。これはね、とにかくハイスコアを目指していくゲーム。だから死ぬまでが終わり。死ぬまでやるっていう。そういう感じ。いやー、そうだったのか。知らなかったわー。ティームをその方がいい、可愛い子が他人と仲良くするのは気にならない。そういうこと？しっかりしてくれよ、ティーム。裏切りか。何裏切ったのか分かんねえけど。
むよ。話が違うよ。話が。なんてファッキンこったい。なんてファッキンこったいだよ、それは。タイム。お父さん生まれた T もそうだよな。一度も見てくれたことにそうだよな。O が見えたら報告、ちょっと義務。義務だからね。ちょっと頼むよ、T も。義務。それは権利じゃない。義務だから。それは言ってもいいんじゃなくて、言わなければならない。あー、もう伸びてきたな。ちょっと待って。あ、伸びてきてるわ。マジかよ。知らなかったよ、俺、その話。それ、知らなかったな。何なんだろうな。何なんだろう。コメントスルーする、怠慢でもある。はい。それもあるよな。ああ、そうなんだ。そうか、しくじったわね。しくじったわね。そうだったんだ。知らなかったな、そんなの。そんな可能性を考えたこともなかったからな、そもそも。そうでしたくわ。王が尽くしたか4人います。働いてる奴がいるぞ。ちゃんと報告してる。義務を果たしてるな。なんてファッキン、なんてファッキン、なんでここ青しか三角が2つもんで、バカかよ。で、こう三角2つで、うわ、これ良くねえわ。あー、良くねえ。形が悪い。それはさすがのワイもなんてファッキンこったいって言うよ。なんてこった。なんてファッキンこったい。なんてファッキンこったい。なんてファッキンこったい。俺それ見つけたらめちゃくちゃ俺がそこでコメントで話してたのに、なんてファッキン頼むぜ。まだ同じ、これ同じ方向走ってるケースだな。そうか、残念だな。そうなんだ、これ丸が多いからね。カバーできる。赤も行きたくないね。焼き鳥だぐらいで許してくれる。露骨にゲームのパフォーマンスをしてるやん。そらそうだろう。いや、この一大事にティームが、報告の怠慢さが見えた。ちょっと、衝撃だわ。そして俺がコメントをいかに読めてないかっていうことが分かった。俺がいかにコメントが読めてないかっていうことも今同時に分かりました。クロスしちゃうな。
あ、オレンジ四角通す。こうか。うわー、赤つらそうだなこれ。てかどこもつらそうだな。その今日15のコメント拾ってくれたのはせやな、せやったな。路線かな。いやでもこれもうパワーゲームするんだったらもう後続の方がパワーゲームできるんだよな。でもこのメンバーは後続だろ、パワーゲームしていこう。で多分こいつが、あ、緑じゃない。セカンドワン。このうんこみたいなやつどこ行くの？うんこ黄色？うんこは結構パワーゲーだよね。おお、おお、マイ。ちょっと待って、トンネルがない、もう。待って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 、これは大ピンチじゃん。緑2台か、2台走れ、結構へえー、そうだったんだ。ちょっとどこの放送なんだろう、アーカイブ探さなきゃ。俺もアーカイブ探さなきゃ後で。そこだけあれクリップにしてちょっと貼っといてよ、誰か頼むわ。それがまあ後で探すわ。そうか、一生の不覚。配信やってて今一番失敗したなと思った瞬間だわ。失敗したわ。なんで2回言った？何回でも言う、3回でも言うわ、4回も言うぞ。覚悟しとけ。緑意外と楽勝か。終わったら、あ、探してきますね。じゃあ終わろうかな。発想が良くないな。自己失敗だよ、もう。それだよ、それ。自己くらい何個打ったんだろう。悲しいな。しくじったわね。もういいよ、後続者、もういいよ、パワーゲーでいこう。もううるせえ、パワーゲーだ。知ったこっちゃない、パワーゲーでいけ。お前らもパワーだ。力こそ力、パワーでいけ。お前らパワーで攻めろ。なんとかなりそうか。うん、この先っぽがきついかな。緑の
端っこをオレンジの四角につなげたい。オレンジの四角ってなんだ、どの話だ。上等だろ、ここまで。こいつ一人で全部持ってこれちゃうのかな。これ持っていける？さすがに無理じゃない？これ一人でいけるか、お前。あ、いけるか。いけそうだな。あ、いけるんだ。ここがなんか湧いてるぞ、すげえ。緑がきついか。緑やばいね。あ、緑がやばい、緑がやばい。待って待って、いろいろやばい。あ、ここもやばい。頑張れ、みんな頑張れ。俺が言えるのそれだけだ。頑張れ頑張れ頑張れ。本当は何俺欲しかったのは何だっけか。これもう後続で言って、これもうダメ、これ後続パワーゲーじゃない、後続でいいっしょ。緑に後続。はい、緑もう一台。はい、青ももう一台。はいよ。上位 20% よしにしてくれ。上位 20% なんだこの18は。18やりすぎるな。あ、そう、あ、そう、あ、そう、さっきの振り目のちょっと一戦も若干気になってんだけど、それはもう今吹っ飛んじゃったな。あ、そういうこと。ふん、そうか、気づけないか。多分大阪やった、多分大阪やった時じゃないかな。大阪一番なんかあれ、そうだったか。不老者は関係ねえよ。不老者が頑張ってるのは別芸だよ。あー、そうか、しくじったな。あー、どこやろうかな。まだあんまりやり込んでないとこやっていこう。あ、ベルリン全然やってねえな。ここはトンネルゲーか。出入りは1日1回。オークランドがやばいな。オークランドスコア低すぎんだろ。もう一回やろう。素で落ち込んでる。フェアで頼むぜ、ティーム。このゲーム面白いで。オークランドちょっと頑張ろう。香港ね、もう一回、あ、でもそうだ、そうだ、せっかく、また、一回やったんだったら、ちょっと待って、もう一回やろう、香港やろう、そうそう、そうだ、そうしよう、あ、リスタートじゃない、また、そうだね、せっかく一回やって、さっきの学びを何か活かせるかもしれない、もう一回やろう、香港、そうだね、確かにその方がいいわ、その日やったやつをもう一回やるっていうのは悪くないと思うな、1026か。じゃあ、大阪に熱中してたから行けなかったんだよ、絶対大阪のせいだ。もう、さらに俺大阪苦手になったわ。大阪一回西成に行って、いや、痛い目にやって、今回は集中しすぎたか、大阪に。本当に大阪、俺相性悪いな、俺と大阪は。いやー、大阪と俺相性悪いわ。
こんだけ丸がいっぱい並ぶときって一体どうしたらいいんだろうな。大阪の新幹線の気持ちよさのせいであるな。どこに作ってんだよ。トンネル節約意識、ああそれも大事だよね。この辺をもう一個感情にした方がいいのかな。でもトンネル取んないと、でもこれな、たまにきついとこまであるんだよね。ねえ、早速そうだよね。まあ路線があるから路線でカバーせえってことだろうけど。いやー、ああ、違う違う違う、これ繋がんないと、これあれだわ。ああ、これ黄色か。Oh my f- okay. 黄色走ってる？ちょっと待って。黄色この三角く、噛まないでいい？ノートネリーノ。Don't spam Reno in the chat arena。
なんだろうな、こう精神的な、なんていうか負荷というかね、ダメージがあったな。そりゃ下唇も噛むな。これってどれぐらい、こういう面は何、感情線を大量に走らせた方がいいのかな。全然集中できねえ。集中できねえわ。なんでこれ外してんの。外すんじゃないよ、バカ野郎。これ遠いよな。でもまたここ、こいつここまで繋がないと、死角溜まっちゃうんだよね。結局。あ、これ動いてる、今時計。勝手にできてない。あ、この三角は美味しいね。青の十字、赤が頑張って運んでくれるよ。この下のね、青のところがいつもなんかすげえ大量に湧いてるイメージなんだよね。くっそファッキン湧きまくってるイメージ。なんか黄色がなんか仕事してないよな。次彼女そうだけどいねえよ。あとお父さん派と台湾姉ちゃん派がいるらしい。だ両方取っちゃダメか。両方っていうのはダメ。欲張りすぎかな。これ両方は、今、常に追いかけてるんだけど、それはダメ。それはわがまま。あ、もう余計なこと言ってんじゃねえ。もう、死にそうじゃねえかよ。いや、丸多すぎだろう、ここ。ここ丸多すぎじゃない？ちょ、いい加減にしてほしいわ。また丸三連ちゃんか。スピードロスしてる、もしかして。うわ、えぐいわ、えぐすぎる。いや、えぐいわ。待って待って、えぐみしかない、えぐみしかない、えぐみしかない。待って待って待って、えぐみしかない。いや、明らかにえぐみしかないでしょ、こんなの。無理だって、無理無理無理だ。あー、このステージ無理じゃない？いやー、うまくいった時って俺こう感情にしたんだ、結果、結局。俺こう結局感情にしたんだっけ？こんな感じ？これダメだよね。絶対ダメだよね。これ笑って許されねえよ。いや、これもダメだよ。これも丸三連？今青一台だろ？よく線行ったよな、ここ。どうやって行ったんだ？
でもある意味俺感情線虫だった時代だと思うから、アバンチュールな 感情線虫の時代に多分うまくいったから、やっぱ感情線じゃない、ここは感情してこう。そしたらぐるぐる回そう。線かな。800か。多分このステージはたくさんの路線がたくさんの駅に噛んだ方がいいような気がするんだよね。この線路を走ってる時間よりも、こうちゃんと駅に止まってる時間をこうどんどん増やしていくみたいな、そんなイメージだけどな。違うのかな。これ丸しかないもんね、ここ。ここどうやってもこれ食えねえからな。三角食いたいんだけど、この辺。この辺が悪いんだよ。この辺が本当に悪い。この辺が悪いわ。本当に悪い。三角食えねえんだもん。香港ってでも実際地下鉄どうなってんだろうな、ちょっと見てみたいな。この前大阪見たけど、大阪はこう大きな環状線があって、中はこう五番の目のようになってたけど、あーこれ緑四角まで行く説ある。あともう一本線引けんだけどな。ああ重なっちゃうな。感情同士が特殊駅で交わる形か。まあ理想だよな、それがな。でも見ろ現実を、ひろゆき。ひろゆきじゃねえと思うけど、ひろゆき見てくれ。どうしたらいい。俺はこの辺の丸が絶対きついぞ。でもピンクを使ったらうまくいくのか、それも思えねえ。あーるほど、これ両方で噛む、ハムハムする。あ、やっぱここの四角やっぱ溜まっちゃうな。やっぱここまで行くか。あ、ここ減速してる。まだこれ自己クロスしてる。あ、自己クロスしてる。あー、ちょっと待って、わかんねえ。ちょっと待って、リスタートしよう。ダメだ。香港の地下鉄は海に沿って単線が交差してる。あー、そういうこと。バギークロスみたいに力こそパワーで。ひろゆき、あなただひろゆきは。確かに読めてない。確かに俺はコメントが読めてない。今気づいたわ。いろいろ。今読んでる、いろいろ。うんうん。でも、この、うん。だっ、うん。ちょっとタイムやるとちょっと声がいかれちゃうからな。でかい感情じゃないよな。どう、何がいいんだろう。どの形がいいんだろう。香港の、なんだろうな。ちょっと自分の放送見直そうかな。あ、見直した方がいいな。ちょっと待って。例の件もあるし。例の件もあるから、ちょっと見直そうかな。見直した方がいいんじゃないか。
あれ？もしかしたら見直した方がいいかもしれない。意外の画面凝視する。いや、これしないとね、いろんなところにこう目をはわせないと。あ、ボエムちゃん入れる。ああ、なるほどね。そうか、そうか。それはありかもな。確かにね、それはありかも。小さい感情なんかもそうだよね。多分ね、俺、感情戦中だった時代にこれうまくいったところだから、多分感情なんだろうなっていうのは思うんだよね。もう今できる時に変えるか。例えば、俺が感情戦中だった時に作ったやつだから、こうでしょ？あー、さすがに、まあいいか、これで。あ、今、早送りモードしてるのかな？あんなことないか。減速する条件はね、線路がこうクロスしちゃうとね、減速しちゃうんだよ。まあもちろん停車は止まる、当然止まるけど。ハロー！ How are you？ 自己チャンネルでーす。イングリッシュ OK？ ジャパニーズ OK？オレンジ一部減速してる？マジ？パワゲしてなくない？してる？緑余裕あるな。緑余裕ある。待って、赤、あ、ここ？いや、悪くないな。できてる？多分回収したな。こいつしか、こうか。Good life, I know. I know とか言っちゃう。Why love me middle? It's fun to play. I like this kind of a, you know, puzzle game. Okay. Hmm. あー、どうしよう。
そうなんでね、チャイネーゼとジャポネーゼで間違えちゃったんだ。どこでワンワン言ってんの？ワンワン言ってんじゃねえよ。あ、本当は丸があるな。あー、パワーゲーム。タイム。そう？これカバーするためには？なんでこんなとこにできんの？ここにできんの？卑怯じゃない？ここ単線で回したくねえな。ここ三両編成してみる？あーだよー、早速じゃねえかよ。早速環状線が許さねえって感じか。あー、なるほど、やっぱりこれ路線取った方がいいのかな。これ下にこれで1本しか線引けなくなったんだけどそれすなわち地獄なんだけど、俺が言えるのはもう地獄なんだよね。はっきりわかるよね。これ地獄なんだよね。なかなかの地獄。これ仮にこれ3台入れたとしてもこれカバーできんのかな。 4車両、あ、もういるんだ4台。大きすぎだね。どこが困るんだろう。あー、ここカバーしてるやついないのか。これ緑？うわー、3つ並ぶのか。果たしてこのトリプルトレインだけでいけんのかな、ここ。うーわー、つら。待って、ここ繋がってねえじゃん、ここ。ほんまや、星が行くとこ失っちゃう。うわー、来てるぜ。か、ここか。ここに四角が溜まっちゃうか。そうか、左の四角全部かき集めてくるんだもんな。路線だね。うわ、もう、ここだけさ、なんか湧くスピード速くない？これ多分ね、このゲームやってちょっと分かってきたけど、香港ね、四角の下の島の4つから湧くのがやばい。ここから湧く量が多分やばいんじゃない？他のところよりも多いんじゃないかな。明らかにここ多いよね。多分ここ多いよ。あー、もう無理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 だわー。
ちょっと待って、これ無理だわ。やっぱこのゲーム無理だわ。ちょっと待って、もう俺の疲弊した脳みそでこれ無理だろう。なんで俺この前、この1000人行ったんだろう、ここ。ちょっとタイム休憩、トイレ。トイレじゃない、氷なのに。これ難しいよな。マカロン。今さ、見つけた、24日夜11時、あとこれ覚えておこう。よし。ここあれなんだね、多分車両数増やした方がいいんだろうね。感情にしたいよね。今はできるのか。いや、これはやばいだろう。例の案件、過去の俺さ、ナイトボットって使ってるじゃん。例の、ノージョブとか、あれやってくれるボット。うわ、すごいことになってるな。ちょっと待って、やり直させて。そう、あそこで今、コメントのサーチができるんだよ。誰がというか、誰が何をコメントしたかっていうサーチができるから、今サーチしたらあったわ。確かに。1対3で2対2。あ、そうだね。1対3でそうだね。きついもんね、なんかね、雰囲気的にね。
うん、トンネルと路線だね、やっぱね。お父さん、なんて言ってた？言って、コメントしてくれた人が言った通り、ミニメトロ、ミニメトロ、びっくり。ミニメトロ、びっくり、ミニメトロ、びっくりだったわ。そうか、この日何やったんだろう？ 24 日って何やったんだろう、これ。24日でしょ？大阪やってた時？木曜日？俺、木曜日って何やったんだっけ？全然覚えてねえわ。お、香港のマップか。ちょっと見たいな。ここまで行かなくていいや。でも三角食いたいか。感情が弱い説。おー、ちょっとこれ興味深いね。ちょっと待ってよ。おーい。やばい、久しぶりにちょっと。これはなかなか興味深い。ちょっと。キャプチャーするか。うわ、ここ単線でこう繋いでるよ。下のところ。嘘だろ、こんなんしたら死ぬって。ああ、でもほとんど単線なんだ。え、てか単線だけじゃん。待って、本場単線だけだ。環状線など存在しないのか。トンネルは多いね、確かに。ああ、単線か。まあ、これよりエグいけどな。まあ、ちょっとこれに従ってみるか。ありがとう。でも、ある程度これと一緒になる、ならねえよな。でも、ここ、丸がこんだけ並んで単線はさすがに無理だよな。先っぽ枝分かれ。ああ。裏技か。今、裏技かって言い方、なんかミランダカーにそっくりだったの。行き当たりばったり単線鬼。ああ、なるほど。基本、環状にしたところは2台走らせて、単線のところは1台でなんとかするっていう。ああ、こっちの方が近いけどな。ミランダカーの印象なかった。ミランダカーって何だっけ、ちなみに。なんか響きが好きだから言っちゃったけど、ミランダカーって何ですかね。アラヤって何ですか。あ、なんかアラヤってゲームがあるみたいなの、誰かそれをツイッターでツイートしてくれたな。俺、それ見た瞬間に、ん？と思って、それとそのままスルーしたけど。スルー。お父さん、ミニメートル見ないと言ってたね。言ってた。言ってた、見つけた？ ちょっとクリップしてくれ、そこ。クリップして貼ってくれ、ちょっと頼む。俺、そのコメントの日時を発見したけど、コメントの日時を発見したけど、まだ見てねえからさ、ちょっとクリップしてくれ、それ。あー、特殊液いっぱい出てきてるな。赤のデカさがやばいな。そうそう、退散のホラーゲーム。一応俺もググった。あ、トンネルは今多いんだよね。よっぽど楽しみしてないな。それもねえけどさ。意外とこっちって持っちゃうんだよね。
タイム。他の面とは全然違う。ゲームを専門に扱う。ああ、そういうのがあるんだ。さあ、ここだよな。こういうのが来たらどうするか。おい、見ろ。まあ、新しい路線を出すよね。これ、どこだ、これ。不可。全然見てねえじゃねえかよ。しっかりしろ。何をカッコつけて考えたふりしてんだ、おめえは。本当に、本当に許せねえよ、こいつ。コミュ障の振りがうんたらかんたらでどうのこうの。本当に許せねえ。バカかよ。ちゃんと、ちゃんと見つけろ、そこで。あー、しっかりしてねえなー。こういうとこだな。こういうところ。やれやれだぜ。え、あれがそうだよ。む、ちょっと待ってよ。丸がここに、丸がね、ちょ、頭使おう。丸がここに1、2、3、4、5、6個あったら、このステージは無理です、もう。出入り終わった。もうこれ無理です、これは。もう。このステージは無理です。失敗成功のもと。そうだな。これから、もっと注意深く見ていくわ。無理じゃん、こんな。一体、いくつ丸なるの、そこに。無理でしょ。はい、無理無理無理。もうこれ、もうこれ、解散案件なんだけど。頭おかしいわ。縦長の環状線3つくらい作ってた。あそうだよね。やっぱ路線バリュー。これ続けるこれ意味あるかこれ。もう死ぬだろこんなの。いや頭おかしいよこのマップ本当。しかもこれを今路線なしでこれをカバーするの不可能だわ。しまった。リスタート。ああ、でもな。確かに、本物を見つけた、今。なるほど。そういうことだったんだ。そっか。そっか。反省が多いな。反省することが多いな。線越えてくれるぞ。ああ、お願いします。お願いします。力ないわ、もう。市民が愚かなんだよ、しょうがねえ。もう一本も橋作れねえの？だから嫌なんだよ、香港は。だから香港は嫌なんだよ、俺に好き勝手橋作らせねえから。俺に作らせてみろ、あの、橋芸で生かして俺に橋作らせてみろ、俺テイファンで作れんぞ。そんな、こんな豪勢な橋作ってっからそれできねえんだろ、俺に作らせてみろ、橋。このゲームも。俺に橋作らせろ。絶対低予算でできるから。俺の姉ハルグ舐めんなよ。誰やちょっと見るわ。ちょっと待って、見よう。
このね、無理じゃない？ってなんで俺こんな試練をたくさん。ちょっと待って、ツイッター、通知。おお。一応貼るか。ん？どれだ？なんで？ファイル名なんだっけ？ファック。ファック！Where is the file? CY blah 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 blah. Yes, this one. Okay. で、キャプチャーできねえの？あ、できたか。これが良き、古き良き時代。あ、でもクソでかい感情作ってんな。でも結局ここが破綻したんだっけな、確か上の方が、左の青が。あ、やっぱここ、緑これで回したんだ。すげえな。これでよう回ったな。今の方がしんどいっけ？よう回るわ、これで。車両に、路線にすっか。赤走ってねえじゃねえかよ。ど真ん中の感情と、やっぱこの離島は単線だったね。離島は単線で行かした方がいいのかな。本当に丸なかった。あ、さっきの嫌がらせだったんだろうな。何が良かったんだろうな。これはもう何、力で解決していくしかないんだろう。もう分かった。もう下の、下のやつは、もうパワーで解決していくしかないっていうのは、もうなんとなく分かったわ。これでいいや。あ、これプラスに変わったね。うんうん。青は意外と余裕なのかな。多分この緑が一番しんどいんだろうな。でもやっぱ出る枠量が、ここ一番多い気がするな。こういうやつなんだよね。これを、例えばこういう感じにする？これか。おー、すげえとこに星来たな。三角行けなくて困ってる。うん、もうトンネルないのか。
このゲーム面白いんですか？はい。トンネルトログ作る？路線かな。でもな、路線があっても置けねえっちゃ置けねえ。トンネルトログの方がいいかな。で、なんで三角こんな溜まっちゃってんの？三角溜まりすぎやばない？三角の処理ができてない。感情個別に丸ばっかりやけど、お互いソース食ってる分どっちかが拾ってるように届けてた。ある程度これやっぱ食ってた方がいいんだろうな。これ食いすぎかな、さすがに。三角やばいな。ちょっとね、この三角の処理ができねえわ。一体どうしたらいいんだ。黄色1台しか走ってないっしょ。赤から三角、ここ三角無理やり噛む、そうしたらみんなでこう三角がカバーできるけど。この三角やばいな。緑が三角取ってない。ああ、そういうことか。こうするってことか。待って待って待って、なんで一本のとこはそんな通んないってか。こうする、この方がマシか。はい、来た来た。はい、来た。ラッシュ、今ラッシュって言って俺今思い出したけどさ、まあ、多分仮名にするけど、山形先生っていう人がいて、仮名な、中学の時に、山形先生っていう人がいて。で、その先生が、俺が中学生の時ってすごい学校が荒れてた時で、生徒を殴ったりとかってね、生徒と殴り合いをしてるのが見たことがあって、で、それが山形先生だったんだけど、その山形先生がものすごい勢いでこうパンチをぶち込んでる姿を山形ラッシュって言って呼んで、後で俺たちも真似しようぜって言ったのをよく覚えてるわけと。どうでもいい話をしたな。よし、今日もクソどうでもいい話をした。今ラッシュで思い出した。うん、懐かしいな。今このゲーム、待って、配信もう一人クリアがやってるけど、線の線がむちゃくちゃやった。赤右回りですぐに三角いければ良いね。右回りですぐに三角いける方が良いということは全然わかんない。緑だから黒すぎやつ。あー、出た。でもそうすると四角通れないんだよね。こうすると四角が通らなくなっちゃう。カバーできるかな。何の話だよな。何の話だよ、私知らねえよでもあるよな。その両方だよね。何の話だよ、知らねえよ。そんな声が聞こえてくるね。確かに。うわー、バッテン運べねえだろうなこいつ。頑張ってもいけんのかな。うわ、もうやばいな。路線か。あ、でもここは後続取った方がいいのかな。もうこういう特殊駅作るのやめない？石鹸の話？ドラッグの話？俺がそんなタイプに見えるかい？そんなわけねえだろ。ここやばいな。違う、俺は見てる方だよ。見ててクス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 って笑ってる方だよ。遠くで見てる。クスクスって笑って。あー、
熊切、あ、じゃないわ。本名で、本名の方だ、ちょっと今。亀、山形だったけど、熊切になっちゃった。今、本名、どっちも亀だ。どっちも亀ってことにしよう。うわぁ、乗らねえよ、こんなの。あー、緑走りすぎか。難しいなぁ。ちょっと待って、ほんと難しい。なんだろう。ちょっとこのクリップだけちょっとブックマークしておいて、後で見よう。もう一回。それと。難しいなぁ。なんでほんと前はうまくいったんだろう。運が良かったのかなぁ。最後。ラストトライ。トゥデイズラストトライ。大阪でリハビリする？臨時休業、臨時路線が本当に大事。あー。なるほど。こういう組み方許してくんないんだよね、どうせね。あ、今の照準は早くやれってことだと思うよ、多分。グダグダしてんじゃねえぞ、早くやれよって。あるな。いろいろあった。ん？下の緑の3連チャン、これはね必ず出るんじゃないかな、このステージは。多分このステージのもう特有のあれじゃない。これ何、この変なの、これどこ行くの、向こうか。間に合うよね、間に合う。2台も上がってんのか。でもいかん。もういかん。ここはいかん。どうやってもいかん。あ、そうか。でも新しいのを取ったんだ。そうだ。これを。こうでいいか。1対5歳、おい。
なんで、ちょっと早送り、勝手に早送りしてんじゃねえ、バカ野郎。ちょ、電車を取らせろ。なんで電車が取れねえんだよ。新幹線走らせてくれよ、大阪みたいに。なんでこんなとこにできんの？誰が作っていってたの、ここに。許可したのは誰？そんなとこに作ってんじゃねえ、バカだね。まあでも、こういう感じだろうな、最初はな。なんで、まあ、回った感じだね。そろそろトログ再強した方がいいか。でも、これ以上伸びていくのも怖いよな。どっちなんだろう、トログなのかな。これ以上単線でこいつら伸びていく、まあ、トログにすっか、まあ、わかんねえわ。今、路線だったかな。ハス以外の配信が好き。最近そういう層も増えてきたんじゃないかな。俺の狙い通り。いろんなゲームやりたいんだよ、まあ、好きだから。こういう単線の使い方、そこ。赤とオレンジ繋いでそれぞれ感情、多分だけどね、ここはね、もう多分、もう絶対単線だと思う、この海に行くやつは。だから、オレンジでどこまでカバーするかだよね。クッソファッキンでかい感情作ってやるのか。今一番ここがたくさん出るっていうのが分かってるから、ここは今ね、4大体制かな。ここが一番出るっていうのはもうね、あのゼミでやったから。いいね、丸三角丸三角丸三角。あ、ここすごいぞ。お、このだーい、久しぶりにやっちゃった。これが一番いいよね。丸三角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 四角、素晴らしい。100点じゃないか、ここ。なんとか神のような。ここも三角、ここに1個入ってくれたのが、さっきはゴミだったんだな。これ比較的、これイージーゲームだろう、比較的。でもさすがに1台こっち持ってっか。さすがにこっちがなんかカバーできなさそうな雰囲気もあるよな。1台持ってく？運ゲーやん、せやな。あれ、リセマラ、みんな大好きなリセマラや。噛んだ方がいいな。こいつ四角、ここに溜まる四角をカバーしよう。ここ三角1個入った方がいい。合計1500回、何度でもやってくれ。丸三角丸だから、ここはまあまあ処理できるのかな。次は路線だよね。さすがにここバカだよね。ここの繋ぎ方バカだわ。上で感情、この前は上で無理やりの感情を作ったんだよな。それが成功してるのか。感情か、無理やり感情か。感情奉行してく？
これかん、いい感情かな。あともう一個でも路線余ったんだけど、これどうすっかな。で、ここは、例えば、こうして、で、まあ、もう一個セカンド感情で、もう一台を走らせるとか。青がきついかな。ちょっと黄色仕事戻れ。いや、感情線最強、最強理論でいこう。でも右がやばい。右に負荷がかかっちまってる。あ、真ん中か。これどうすんの、これ誰がカバーすんの。赤？赤つらいかな。黄色？黄色悪くないか。これは明らかにでも黄色なんだよね。そしたら赤かな、こっちは。ピンク2台走ってる？走ってるよね。ううあ、でも回ってるか？ううカバーできるかな？ここを起点にできてるってのはいいかもね。星をここにできてるっていうのはもしかしたらすごく美味しいかも。ピンクの丸四連じゃ、でもここそうせざるを得ないからな。ならざるを得ねえよ。それが一枚かませる無理に。うわー、それはロス大きそうだな、それは。あ、意外と、あれ？これ意外といけるな。あー、ピンクか。プラスが拾える？プラスを拾って。そろそろいろんなところが悲鳴を上げるな。緑きついね。これはパワーでしょ。で、緑は多分一つはいっぱい乗せられないとダメでしょ。で、ピンクはもう一台追加でしょ。で、緑ももう一台追加。ピンクやばいな。待って、ピンクやばいな。ピンク一番やばいな。そして黄色暇してる？いや、緑もやばい。あ、絶対これ詰まる。そうか、ピンクのやっぱ丸四連がいけねえわ。ピンクの丸四連は地獄だね。あ、これ組み方悪かったか。
こういう方がまだマシだったのかな。これ2回とか噛めよ、じゃあ。2回噛むとかできねえのかよ。緑そんないらない？ピンクそうか。ああいう風になってるってことは2台くっついてるやつが必要か。これって後続車両持ってる俺。後続ファック。ディスパッチで回収。すげえ湧いちゃったなあ。そうか、黄色左に寄せるか。そうか、難しい。1092。まあ、この辺なんだな、やっぱり俺いつも。